はい、こんばんはです、ね、今日はちょっとですね、これの紹介をしようかなと思いまして、というのはですね、まあ察しのいい方はというか、何でしょう、まあ皆さんお分かりだと思いますが、また今年もですね、正月くじというのをやったんですけど、まあ、セレクト商品というのをね、毎年ね作っててね、で去年がね、セレクト商品がねほとんどなくなっちゃって、でちょっとセレクトを引いてもらった人なのに、何か何が残ってたんだっけな、最後あんまりいいもの残ってなくてね、まあ、基本これセレクトつもほとんどミリ飯と、あとトゥモローさんのコーヒーっていうのをですね選んでもらうというような感覚だったんですけど、今年ねちょっとね9時寸前までやらない予定だったんで、トゥモローさんコーヒーをですね、まず用意できなかったのと、まあミリ飯がですねちょっと若干残ってしまったんですね。で去年の反省があったんで、セレクト商品ね結構いろいろ増やしたんですよ。増やしたつか、あの9時に入ってる分以上にね、まあ当たり前なんだけど、ちょっと多めにね取っちゃってね、結果ミリ飯が若干残ってしまったということで、現在これなんと500円で売ってます。特価販売しているということで、ちょっとついでにね案内してみようかなと思ってね、下入ってないな、これもうちょっと低くていいんだけどな、はい、じゃあまずミリ飯ね作ってみましょう。まずこれパッケージ開けます。で中のねこういう紙とか、あと出しますね、紙をまず一旦出します。そうしましたらですね、まず、発熱材、これをね、蓋を開けて、これをこの中に入れるわけですね。この中にね、この横に入れて、見えるかな、こんな感じで入れて、そしたらあとはもうまずご飯、まあ、順番どうでもいいんですけど入れて、そしてこれシチュー&ライスなんですけど、ビーフシチューなんですよね。これを入れます。はい、そしたらあとはねこの発熱溶液、これをですねこの中に注ぐだけでやります。よいしょ、はい、これであとはねこのパックして、はい、あとは待つのみと。見えますかこれ、ねじじ言ってるでしょう。これでもうあと2、30分かかるんですけど、大体25分ぐらいでできると思うんだよな。今11時20分ということで、まあ出来上がるまではねちょっと打ってようかなと思ってるんですが、今日実はね、こんな感じで打ってたんですよ。ブルーズアイ打って、最近ね一周回るの動画撮る時だけで続けて打つようにしてるんですよね。なるべく3回ずつみたいな感じだったんですけども、今日はいびつだけどこれで終わりかな。うん、ブルーズアイこんな感じでした。うん、まあ、ちょっとね思うところがあり、失敗してるのもありますけど、これ居住がダメなんだよな。まあ、こんな感じでしたね。はい、ということで、あとは出来上がるまで時間があるのでちょっと打ってようかなと思ってね。よいしょ、何ていうかな、シルエットね、見えるでしょうかね。4箱残ってるんですよ、これ。これか。ピー。おー、すげえ、すごい、いいですね。よいしょ。さあ、とりあえずシルエットでも打ちながら、なんか
適当に話してみますかね。シルエットぐらいはね、シルエットはなんとか語っても大丈夫かな、ここのとこ当たってるしな。そうね、まず打ってみますか。よいしょ。いいですね、これ。ああ、いきなり6メートル外しちゃった。真上。よいしょ。6メートルもね。6メートルって意外と練習しないんですよね。これがね、ダメなんだよな、だから。ああ、外しちゃったな。7メートルも外しちゃいましたよ。さあ、そして今度8メートル。ちょっと左に引いてるな。寒さのせいかな。よいしょ、首が寒くなったのかな。シルエットね、最初始めたばっかの方はこれ一番難しい競技だと思うんですけど、実はね、慣れてくるとやっぱり両手で打ってもいいっていうのはですね、非常にアドバンテージで、おそらく一番楽な競技になると思います。楽というかね、まあ他と比べるとね、一番打ちやすい競技になるんじゃないかなと思うんですけど、自分ですね、昔はいろいろ苦しんでいたんですけど、このね、ここちょっと危ないな、ここの位置ね、親指で刺してる、ここに乗っけて、でここに、ここでなんか銃をなんとなく矢印の中心っぽい考え方でね、そんで突っ立ってね、どうせ前に行くわけで、ただグリップでね、こことここで前に行くのも止まるんですけど、さらに体をねちょっと反らして、ちょっと後ろにね反らして、なんだろうな、ちょうど重心を取ると言いますかね、そんな風にやるようになったらなんか当たるようになりましたね。たまたまなのかもしれないですけどね。で、あとね、肘思いっきり伸ばした方が止まるんですけど、今度ね、ちょっとね、トリガー引いた時にちょっと僕ダメなんですね。肘あんまり伸ばしちゃうと邪道かもしれないけど、だからほんのちょっとね緩めるとね、なんか非常に引きやすくなってね、当たるようになりましたね。まあこれも気のせいなのかもしれないですけど、そんな感じで打っております。ちょうど8分40秒、そろそろこれ10分切れるな、一旦止めますね。ちょっと的直してみましょうか。で、あとはシルエットはもうね、完全に素点を出すことですよね。素点で、素点出しなんですけど、素点って要するに狙うところですね、6メートルはどこ狙う、7メートルはどこ狙う、8メートルはどこ狙うってやつですね。で、これね、まあせっかくね10メートル打てる場所でここはね打てるんでね、始めたばっかの方もよく10メートルのどんどん打って当たんない当たんない、あ、当たったってやつでやってるんですけど、あんまり意味ないと思うんですよね、僕はね。むしろね、6メートルのまず素点っていうのをね、じっくり出して、そっから持ってった方がいいと思うんですよね。まあ、基本的に単純に、
遠くなればなるほど上を狙うっていうことなんで、最初のうちはね、とにかく6、7、8、この3つをですね、確実に当てる練習っていうのをした方がいいんじゃないかなって思うんですけどね。まあ、どの世界もそうですけど、私はいくらこうやって言っても、所詮点数出ない男なんで、あんまり説得力がないですが、おそらくね、その方がいいと思いますよ。あとね、やっぱり寒いとね、きついですよね、射撃はね。お、7メートル、難しいな。まあ、シルエットってのはどこから打ち始めるかっていうのもね、また一つのポイントなんですけど、とにかく初段はね、当てないとね、厳しいですからね。横向いちゃった。横向いた時はですね、横向いたでね、結構いい練習になるんですよね。いや、しかし鳥が全然引けないな、これ。当たった。これはまた嬉しいですよね。よいしょ。重厚カバー。白い方がいいな。よし。ですね、それとね、今日はちょっとやりたいことがあって。これ今ブルーズアイの棒を立てたんですけど、よくですね、エアピストルの練習から来てる空打ち練習ね、というのがあるんですけど、白氷打ちってやつですね。白氷打ちっていうのはもう白い的に向かってサイトだけ見てトリガーをひたすら引く練習なんですけど、FS3 はね、まずこれね、セーフティー解除します。これだけで打てるでしょう。これでカチンと。なおかつですね、これなんでトリガーだけ、トリガーの練習弾入れないかっていうと、まあエアピストルとかだとやっぱりね、なかなか弾代とかももったいないということもあるんでしょう。あとまあ基本的にこういうのは自宅でやるんでね、自宅だと弾を出せないということなんですけど、これはですね、 APS-3 はもちろんエアガンなんで、まあこれグランドマスターをもう BB 弾を使うっていうのはちょっと贅沢なんですけどね。本当はマルゼンの BB 弾今あればよかったんですけど、ちょうど丸井さんの BB 弾があるんでね、これを使って、今的立てましたけど、この的のですね、ちょっと横を狙うんですね。布、横の布で狙うとサイトだけ見て引くと、サイトだけ見て、サイト斜め面となるべく動かさないようにしてトリガーを引く。弾は見る必要はありません。つかむしろ見ちゃダメです。これね、むしろね、コンマ 1,2 の方がいいんですよね。コンマ 1,2 とかの本当に安い球、しかも軽い球だとね、あっちこっち飛んでくんで、逆により 球の行方をあんまり気にせずに入れるというんで、そういう利点もあって、コンマ 1,2 ぐらい使うのが一番いいんですけど。
俺ね、たまにね、やるといいんですよね。ほんと綺麗に弾けますからね、的を打たないと。これがね、実は的を狙い出すとね、いろんなものが変わってきてしまうというね。まあ一応ブルーズは置いてますけど、高さは適当でいいんですけどね。トリガーをサイトアライメントを動かさないで打つ練習なんで、居住練習とね、これね、組み合わせるとね、結構いいと思うんですよね。よいしょ、何分経ったんだろう。今7分だ。15分ぐらい経ったんですね。来週あたりからまた居住練習もね、ちょっと始めようかなと思ってね。毎週行ってますね。ただこうあってね、アライメントのアライメントを動かさないってことですね。サイトアライメントね。サイトアライメントっていうのは大体の人みんなわかるのかな。あのフロントサイドとリアサイドのね、位置関係ですね。出るかな。これ難しいな。いや無理だな。ね、このフロントサイト、リアサイトの真ん中にフロントサイトを置いて、あ、みたいな。狙うわけじゃないですか。それをとにかく動かさないということですね。お、そろそろまた手を抜くのかな。一回ここで止めましょうか。はい、ということでね、もうすぐできますけど、久しぶりに撮っとこうかな。あの APS-3 のね、コッキングの仕方、これちょっと悪い例で、ちょっと銃口を横向けますね。あの APS-3 ってね、まあ、こうやってこれやるんですけど、これ銃渡されてね、一番最初に何も考えずにコッキングしてくださいって言われたら、多分ほとんどの人はこうすると思うんですね。これね、こうするとですね、横向いちゃいますからね。これペナルティ、ファールなのかな。最初はちょっとそこら辺すいません、忘れちゃいましたけど、まあペナルティの対象になるわけですね、これだとね。横に人いますからね。ですんで、APS-3 は銃口前に向けて、で、こういう感じでね、あのコッキングコンプレスト、これね、あの僕ね、体でかいんでね、比較的簡単にできますけど、体小さい方なんかはですね、上をコッキングして、これまず下にちょっとカチャンって張らせしますね。そしたら右肘を後ろにするんですね。右肘を後ろに持っていくとすごい楽に、前向いたままコンプレッサーできますんで、やってみてください。プロの時も一緒ですね。こうすればね、ずっと銃口は前に見てますから。あのもう最近はもうほとんどいなくなったと思うんですけど、以前ね、逆にあの銃口前に向けちゃいけないんじゃないかみたいに思われた方もね、割と多くてね、そんなことはないですからね。ターゲット方向が一番安全ですんで、そっちに向けててもらえればいいかなと思います。できたかな、もう。
ちょっと行ってみようかな。まだできてないかな。もう20分は経ってるんですよね。20分経ってないかまだ。30分でしたよね、確かね。こっちか。これ後ろにね、作り方も乗っかってますからね、ここね。そうね、30分後ってことになってますね。できてんじゃないかな。ちょっと20分で試してみましょう。20分早いのかどうかということで、じゃん。これ手温まる。でちゃんと中にね、お手拭きとスプーンも入ってますからね。さあ取り出してみましょう。よし、どうかな、もうできてないかな。さあまずご飯をいきます。よいしょ。おお、どうだろう。ちょっとご飯だけ食べてみますね。あ、もう良さそうだ。うん、うまい。で、そしたらね、ちょっと何でしょう、くぼみを作ってあげて、ここにビーフシチューを流し込みます。もう大丈夫そう、大丈夫そうですよ、これ。よし、よかったな。よいしょ。はい、こんな感じです。すごいでしょ、肉。肉がね、ちゃんと肉なの。さあまず人参から食べてみましょう。まあもう食べたことあるんですけどね。うん、甘い。さあじゃがいも、わっとやべ、こぼした。じゃがいもです。うん、そして肉ね、いいでしょこれ。肉、ちゃんと肉でしょ。うまい。さあそしてシチューライス、カレーみたいにね。自分のとこもシチューに、ご飯にシチューかけて食べてましたけどね、白いシチューでもね。これビーフシチューですけど、うん、いやーほんとうまい。何もあの売りたいために言ってるわけじゃなくてね、マジでうまいですこれ。うん、あったまるな。ここ寒いですからね、今日はね。さあそんな感じでね、取ってきましたけど、うまいな。さて今日は金曜日なんですけどね、明日土曜日はね、ここ10時から9時半までエイペスカップの練習会やってます。でね、14日はですね、14日の日曜日ね、福井のロックオンさんでエイペスカップの練習会があるということでね、ちょっとそこに行ってくるんですけど、あの土曜日のね、土曜日とかもう日曜日なのかな、日付は深夜バスで行くんですけどね、まあ、ちょっと雪がどうなってるのかね、非常にちょっと心配ではあるんですけど、まあ最悪控え室のバスの運転手がちゃんと判断してくれると思うんで、まあ大丈夫だと思うんですけどね、まあ、とりあえず楽しんできていいと思っております。明日も撮るのかな。まあそんな感じでちょっと今日は、ビーフシチューの
握り飯の案内動画みたいなの撮ってみました。ただいま500円で特価販売中。ちなみにコンバットマガジンの最新号もですね、ちょっと特価になっておりますんで、合わせて1000円で買えるんではないかという話になっておりますんで、よかったら赤羽フロンティアの方に来ていただけたらなと思います。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。